T モバイル USA が発売した、シャープ製のサイドキック ID という端末です。こんな感じ。じゃあ電源をちょっと入れてみましょう。やりました。しばらくかかるかな。考えていますね。あ、なんかデンジャーという、ロゴが出ました。これのソフトウェアとかを開発している会社の名前ですね。なんかここがキラキラ光って綺麗です。電源が入りました。基本的な操作はこういうふうに、このトラックボールになってるんですけど、トラックボールを回すことで行きますと。これフォトアルバム、今のゲーム、その前ゲームですね。これはオーガナイザーとかスケジュール帳ですね。ウェブブラウザー、アドレス帳、テキストメッセージ、電話、E メール、インスタントメッセージングで、まあダウンロードカタログっていうか、なんかソフトとかを買ったりできるのと。縦に回して横に回すとできると、クリックすると選ばれるみたいな、そういうインターフェース。これパッとこうすると画面が180度引っ張ってキーが打てるような状況になります。こっちのキーは十字キーになっていますけど、こういう時にも一応使えるのか。こっちのキーでも一応選べますね。そういう風になっているみたいです。電話をかけるときはこういう風にかかりませんね。じゃあいよいよ分解しましょうか。電源を切ります。じじ派手な音がしますね。はい、でまず裏返して、よいしょ、蓋を外します。これ両方実は外れてます。なんでかっていうと、このカバーとこの両側のここのところが簡単に外れて、オプション品として交換できるようになっているからです。これ電池なんですけど、この電池は前のモデルというか、これの上位機種になる PV200 っていうサイドキック3っていう名前で売ってるやつと全く同じで、でこのバンパーって言ってるこのプラスチックはこういうふうに手で引っ張れば簡単に取れます。取れました。こんな感じ。あ、反対かな。こんな感じです。